どうも、ハイチです。夏休みの契約の立て方について話していきます。で、昨日のダラダラジオでその話をして、まあ、宿題を出させてもらって、それとの連動した、まあ、動画となるんですけども、まあ、もしよかったらね、概要欄にありますので、そっちも見てみてください。で、そこで質問ね、たくさんいただいてたんですよ。なんかすごい、これはどうしたらいいですかとかいろいろあったんですが、それに関してはまた別動画で答えますので、今回はこっちが思ってる契約の立て方だけお伝えさせていただきます。ではまず段階を追ってね、ちょっと話をしていこうと思うんですが、まず1個目ね、これすごく大事なことなんですけど、目標、夏休みが終わった時にこうなってたいっていう目標を定まってることを前提で話をします。まず、みんなが立ててくれたその目標がみんなに合ってるかどうかっていう。これね、目標を吟味するってすごく大事な作業なのね。目標を決めるというか、そのこうなってたいっていう姿をね、想像して決めるっていうのはすごい時間をかけていい作業なの。めんどくさいかもしんない。もしかしたらみんなにとってはさ、そんなことで時間かけますって思うかもしんないけど、すごく大事なの、ここって。だからその吟味をします。で、何かっていうと、もう大事なことは一つ。いい？それ、無理な計画じゃないかい？っていうところ。無理してませんかって、みんなの身の丈に合ってますかっていう。例えばなんですけど、じゃあ俺がね、まあ俺今実際ダイエットちょっとしてるんですけど、例えば俺が何もダイエットをしてないとします。いい？ちょっと想像してね、みんな。俺がしてるとする。で、してなくって、みんな、俺明日からダイエットするから。1ヶ月で15キロ。OK、15キロ痩せるから。って言い始めたとするでしょ。で、何するかって言った時に、そうだな、今まで何もしなかったんだけど、じゃあ明日からまず腹筋、背筋、腕立て100回、10キロのマラソンと半身浴1時間、これ毎日やるから。って言われたら、どう思う？っていうとこが大事。いや、これね、素直にさ、応援しますって言われちゃうとちょっと恥ずかしくなっちゃうんだけど、いや、無理じゃねっていう風に思ってほしいんです。いや、今まで何もしてなかったんだよねっていう風にちょっと思ってほしい。で、どういうことかっていうと、例えば、今まであんまり勉強にね、してこなかった、勉強の時間が取れなかった方が、明日から1日5時間やりますよ、とか、っていうのは、正直厳しいです。厳しい。最初の数日は持つかもしれないですけど、やっぱり持たなくなります。気持ちとも、体力もね。例えば、40日、逆かな？夏休みあるとするでしょ？ 40 日後にこうなってたいっていう時に、ちょっと先に話すね。こうなってたいと。じゃあ、そうなるために、じゃあその40日ね、後にこれゴールだよ。一応ゴールね。夏休みのゴール。じゃあ、30日前にどうなってなきゃいけないの？どこまで終わせなきゃいけないのって話。じゃあ、その前ね。20日前はどこまで終わせなきゃいけないの？じゃあ、10日前は？って。じゃあ、10日前にこうなるためには、5日前にはどうなってなきゃいけないの？どこまでやんなきゃいけないの？ 5 日前にこうなってるためには、じゃあ、今日何やんなきゃいけないの？っていう風に逆算するの、目標は。闇雲に今日5ページ、明日5ページ、明後日7ページとかじゃなくって。例えばこのワークを2周するって決めてるんだったら、ワークが100ページある。2周だったら200ページですよね。まあ2周目はまたちょっと違う話になるんで、ページ数減らしてほしいんだけど、まあ200ページで話をした時に、200ページを40日やるんだったら1日5だよね。単純に割り算をすれば。そういう風にペースカウントをしてほしいん、ちゃんと。闇雲に行くんではなくて逆算してほしいんです。きっちりと。っていうのが目標の立て方の、ざっくりした方針としては。で、それを決めたときに、例えば、ちょっとコメント欄にもあったんだけど、この科目を完璧にすると。この科目の、この単元を完璧にするっていう表現をする方いらっしゃるんだけど、いいんだよ。その気持ち大事にして。大事にしてね。完璧に求めてね。でも、完璧って何って話になっちゃうの。そうなると。だからこそ、今日、まあ、1日何ページずつっていうペース配分を決めてほしい。で、その時に、それ本当に自分できるかなって自問自答して、自分に。俺これできるって。私本当にやれるって。なんでかっていうと、もうね、これがね、これを超伝えたい。これ勉強だけじゃないけどね。自分で目標を掲げた時に、そしてペース配分を決めるよね。今日の目標とか今日やるべきことが決まるじゃないですか、毎日毎日。それを絶対に達成するの。この40日間。1日もサボらずに。これができたら全然違うの。あのね、例えば、じゃあ1日5ページって話をしたでしょ？もし、じゃあ、1日5ページって決めて毎日5ページやった A 君がいます。1日7ページで決めてたんだけど、その目標は達成できなかったけど、5ページずつでやった B 君がいます。どっちが夏休みあと伸びるかって、もう圧倒的に A 君の方が伸びるから。同じ5ページしかやってないんだよ。でも A 君の方が伸びるの。なぜかって自信がつくから、この子。自信なくなってるから。自分で決めたことさえできないじゃん。やっぱり俺ダメじゃんってなっちゃうんだって。
だからこそ自分で決めたことは達成する、達成できない目標は掲げないっていう、これがすごく大事。みんなここちょっと意識して、本当に目標を決めるときにもう一回崩してもいいから、決めた目標を恥ずかしくないって。多い少ないは周りが決めることじゃないと思うんだよ、自分で決めるの。いい？っていうのをまず自問自答してください。これ本当にお願いします。だからもう一回復習というか伝えると、自分で掲げたものは全部達成してほしい、今日やるって決めたものは。だからこそ自分でできるかなって、でそれを少なかったとしてもいい。で例えば少ない目標を掲げたと、で例えばね、それをね午前中勉強したと、終わったと今日の分で、終わったら、あ、じゃあちょっとプラスアルファで今日やろうかな、だったらやっていいと思うんだよ。それってすごく自分自信になるの。だって掲げた目標終わってて、しかもプラスアルファ俺頑張っちゃったんだけどみたいな、なれるから。それを上で決めてしまって、やべえまだこんなにやる、どうしようもめんどくさい、明日でいっかな、あーでもな昨日もちょっとサボったんだよなっていう夏休みになったら、結局終わった時に勉強してたとしても自信がついてこない、達成感もないし。そう、夏休み終わった時40日もあるんだよね、すごい長く感じるから、勉強する子にとっては。そうだから、それをきっちりまずね決めてください。そして二つ目ですね、これは、まあ、さっきにつながることにもなるんですけど、毎日勉強する、毎日やるので、これは時間をね、もちろん毎日何時間決めた時間をやるってのも大事なんだけど、いつも言うように勉強は時間じゃなくて量だから、時間じゃなくて量なの。ここまでやるって、3ページやるって決めたら3ページやればいい、それを1時間かかろうが2時間かかろうがいいんだよ、やればいいんだから、そっちの方が大事。なぜかっていうと、時間で決めてしまったら、2時間やるって決めたら2時間ダラダラ過ごしてて2時間なの、それは。だったら時間じゃなくて量で決めて、キュッて締める、キュッて締めた分だけ余った時間、余計に勉強してもいいし、余った時間だからゲームしたって、友達と遊び行ったって、彼彼女と電話したっていいじゃん、それで有効に使えるから時間を、いいね。でそれを毎日やる。夏休みっていうのはお盆があったり、まあ、帰省したりとか、まあ、祭りがあったりイベントあったりするから、ちょっと難しいとこもあるんだけど、それでも頑張って1日30分でいいから最低保証、そこはやってください、受験生ね。で1年生2年生の方っていうのはそこまできっちりしなくてもいいです、しなくてもいいんですけど、40日間、例えば受験生やったら30分って話をしましたが、まあ1年生2年生だったら10分とかでもいい、1日10分、40日絶対やるって習慣つけたらすげえ変わるよ、夏休みだと。1日もサボんなかったらめっちゃ変わる、それは自信もつくしね。なんだ、スタイル、まあ、体のリズムが変わるから、夏休み終わった後もいいスタートを切れるので、まあ、もしね頑張れそうならやってください、おすすめです。で3つ目です。3つ目のポイントはメリハリです。これはですね、塾じゃねえや、教育に携わる方によってはふざけんなという方もいらっしゃいます、いるんですが、自分は遊ぶべきだと思ってます、受験生であっても。もちろん例えばね、偏差値が30足らないとか、まあ、大学受験で20足らないとか、遊んでる暇なんかない、当然そうなの、意見としてはそうなんだけど、40日24時間勉強のことだけを詰めていったら、相当メンタル強くなかったら持たないよ。ただ大学受験の方は受験が初めてじゃない方が多いんでいけるの。例えば追い込む、ストイックっていう言葉があるよね。ストイックに物事を考えたり、ストイックにこう生活をするっていうのは、ストイックに なろうと思ってやったんだけど、そこまでいけなかったと、やってみたらもっとストイックになれるんじゃねって思った経験がある方の方がストイックになりやすいんです。だから大学受験、受験が初めてじゃない方っていうのは、高校受験のことを思い出して、いやいや俺もっといけるよねって、あの時こんだけ手抜いてたもん、もっといけるっしょって思うから、どんどんストイックになれるんだけど、高校受験、まあ、受験初めての方っていうのはストイックがわからないんだよね、どこまでしたらいいのかっていう。そうなるぐらいだったら、さっき言った目標、自分で決めたものを最低やると、やったらさっきも言ったけど、プラスアルファでやるのも大事だけど、例えば祭りに行ったり友達と遊んだりっていうのも必要だと思ってる。そこはメリハリをつける。ただし、遊んでる時に遊びながらね、あーやっべ、どうしよう、勉強やんなきゃな、うわ周りやってんじゃね、うわ妻そんなこと考えたら面白くね、楽しくね、家帰ろうかなとかって思って、中途半端に遊ばない、遊ぶなら遊ぶんだって、本気で、今日は今は遊ぶ時間だぜって、メリハリをつける。メリハリがつける子は強いよ、勉強の集中力も上がるからね。そう、なので遊べってわけじゃないの、遊ばなきゃいけないってわけじゃないけど、メリハリはつけようよっていう話。それにおいて勉強する時間が大事になるんですけど、もちろん塾行ってる方なんかはさ、もう塾行ってみたいな、
日中塾、夏期講習で、夜ね、まあ、自分の好きな時間が取れるって場合もあるんですが、もし一日自由な時間があるとしたら、午前中は勉強しよう。いい、午前中に勉強。で、遊ぶなら午後。午後遊んで夜にもう一回勉強。これが一番いい。なぜかっていうと、一日の中にその勉強するとき大事なのは、午前勉強するじゃん。で、勉強したり暗記したりするよね。これ午後遊ぶじゃん。遊んで夜新しいこと勉強するよりも、午前でやったことの確認して。覚えてるかな、できるかな、暗記してるかなのが大事。一日の中で繰り返し学習ができるってものすごい強い。それをやって、で、翌日また確認するの、それを。この3段階でやることでかなり定着するから。抜けがなく先に進める。いいね。午後に勉強してしまうと、午前遊ぶと、遊んで勉強勉強になっちゃうんだよ。ここ間が空かなくなっちゃうんで、いい。で、もし余裕があったら、さっきメリハリって話をしたんだけど、例えば午前勉強するじゃん。で、あの問題、1個ね、この問題できなかったなーとか、例えば3年生2次関数のあの問題があって思ったら、遊んでる時たまに思い出して、それ。2次関数のあの問題何間違ったんだっけって。それを気にして、気にしすぎて遊べなくなるとか、そこまで考えなくていいんだけど、何やったんだっけとか、暗記物もそうなんだけど、例えば英単語を午前中に50個覚えましたと。じゃあ3個どうしてもちょっと苦手なのがあった。ちょっと長くてね。で、それを遊んでる時に、あれ俺午前中何間違ったっけ3つ。って、ちょっと思い出すだけで全く違うから。思い出して、で、それをここまでやると気持ち悪いと思われるかもしれないけど、やると違うんだよ。あのね、3つ単語忘れてたら、それを携帯のさ、メモ機能とかあるじゃん。それに書いておくの。で、友達と遊んでる時にさ、別にさ、いいじゃん、携帯見るぐらい、スマホで見てもさ。で、なんだっけって。別に、ちょっと思い出すぐらいよくない？で、思い出して、で、なんだっけ、忘れてた、なんだっけ。あー、そうそう、この単語だ、やっべー、みたいな。それをやるだけ、数秒だよ、ものの。それをやるだけでも違うんだって。だから、勉強する時間は一日フリーなんだったら、午前勉強、午後遊んで、夜勉強って。このスタンスがいいです。で、祭りとか花火大会行きたい場合は、夜勉強できないじゃん。そしたら、ちょっとね、そこはイレギュラーになるから、午前勉強、で、午後で確認みたいな、ちょっとして、夜に備えるみたいな。で、その時も夜疲れて帰ってくるんだよ。あんま遅く帰ってくるんだよ。ほどされんだよ、みんな。遅く帰ってくるんだけど、その後に、午前とかにやったもののちょっと確認みたいな。時間あまり取れなかったら、それはそれでいいから、っていうのはやった方がいいです。はい、ということで3つ喋っていきました。まず1個目が無理のない計画、無理のない目標になってるかどうかのまずチェックですね。そこがすごく大事だからね。で、2つ目が毎日やるっていうところと、3つ目がメリハリつけてやるっていうところです。まあ、ざっくり言うとこの3つをまず意識してやってください。で、契約の立て方っていうのは、さっきはね、まあ、2週だから200ページって話をしましたけど、例えば英単語を1000個覚えるって決めるんだったら、単純に40で割ってもいいと思います。まあ、40日かどうかはわからないけどさ。それを、今日は英語、今日は数学みたいなスタイルでやりたい方は、そうやって毎日、まあ、できないよって方もいると思います。そうだったら、じゃあ何曜日はこれって分けて、その曜日、数学に当てられる日を決めてあるからさ、それを数で割ってみたいな感じでやるというふうにやってください。その毎日やるか、その日によって分けるかなんかは人によって変わると思いますんで、そこはね、みんなに任せますけど。まあ、そんな感じでぜひやってみてください。で、前回のそのダラダラジオを含めて、結構こう、なんだろうな、もっとこう、なんだろう、細かい質問っていうか、こういうのはどうしたらいいですかっていうのもありましたので、それまた別動画で撮ろうと思いますので、もしよかったらね、そっちの方見てみてください。ということで、じゃあね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。夏休みね、終わった時にみんなが自信を、一番もね、自信を持ててるかどうかがすごく大事なんで、そうなるようなこと、そうなるような、まあ、夏休みに、ね、なることを願っております。そしてね、俺も頑張りますので、お互い頑張っていきましょう。では、今回はこれで終わります。以上です。よろしく。そう、結構質問が多いんで、今回ね、初めて貼ってみました。暗記の仕方とか、結構喋ってますんで、よかったらね、クリックして見てみてください。そう、本編でね、話し忘れちゃったんですけど、一番大事なことって、体調管理です。そのためにもやっぱり夏風邪をひかない。で、そのためにも、しっかり、睡眠とって、その睡眠っていう部分もメリハリつけてね、やっていってください。